メインフェイズ1でトラップ防がち、リュウです。へえ。そして本日は特別ゲストに来ていただいております。ご紹介しましょう。サンダーカード&ホビーチャンネルの皆さんです。イエーイ。ようこそサンダーだー。はい、僕です。そうです。はい、というわけで、本日はね、サンダーさんが新しく建った新居にて、はい、撮影をさせていただいております。なかなかいい感じの部屋って言われますね。六本木。いや、きせい。突っ込め、誰か突っ込め。突っ込めや。オクションですよ、オクション。俺が振って全部俺が振ってるんですか。厳しいんですけど、それは。今回は、遊戯王の新しい楽しみ方を皆さんにご提案したいと。お、新しい。いうふうに思っておりましてですね。その名も、デュエルロイヤル。よいしょというわけで、このデュエルロワイヤルが何かっていうご説明をしていきたいんですが、はい、こちらなんとですね、千年先も楽しめる遊戯王というものをコンセプトに、千年先も楽しめる遊戯王をコンセプトにしておりまして、はい、こちらのデッキご用意をさせていただきました。おーい、こちらのデッキなんですが、全て私が考えたデッキとなっております。え、全部？はい、全て私が考えました。え、すげえ。そうだな、さすがだ。いや、ノリだったから。すごいや。こちらのデッキなんですが、はい、デュエルロワイヤルという、番組がございまして、そちらの番組用に作成されたデッキでございます。東大の遊戯王サークルさんがいらっしゃるんですが、東大遊戯王サークルさんに入っていただいて、我々のちょっとだけ口出ししましたけども、基本的には東大遊戯王サークルさんが、たくさん調整していただいて作ったデッキとなっております。はい、遊戯王、例えば今離れてしまった人とか、あと難しくてね、なんかちょっと入りづらいなみたいな人も、もちろん今のユーザーも、長く楽しめるデッキとなっておりまして、誰でも楽しめる、誰でも楽しめるっていうね。だから大人になっても楽しめるし、その人が子供が例えば見て、子供と一緒にね、楽しんだり、いつでもいつでも千年先までこのデッキさえあれば楽しめるように。というわけで、デッキ見ていただけば分かる通り、アニメとか原作とかで活躍したカードもたくさん入っていると。お、見覚えのあるということなんですよ。でですね、今回の動画では、私が、社長の嫁デッキですね、ブルーアイズを使いまして、はい、で、サンダーさんがお使いになられるのがブラックマジシャンデッキだぜ。おー、来た。ちょっと似てるぜ。それでは早速デュエルをやっていきましょう。せーの、デュエルスタンバイ。それでは早速デュエルを開始していくぜ。開始だ。デュエルを開始していこう。デュエル開始。あ、自分で言うタイプ。このデュエルは先行ドローがあるらしいので注意していきましょう。いいだろう。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこうでしょ、あいこうでしょ。ああ負けた。ただおそらくブルーアイズデッキなんで後方を置いてあると。おお、マジか。先行いいぞ。じゃあこのじゃんけん意味なかったんだよ。確かに。これ先行取りたいもん。利害が一致してました。利害が一致していた。なるほど、そっちはブルーアイズか。はい、いいだろう。俺はブラックマジシャンが火を吹くぜ。よっしゃ、行こうぜ。せーの、グレル行くぜ。俺のターン、ドロー。スタンバイフェイズ。なるほどな。メインフェイズ。面白い感じになって、面白い手札を聞いたようだな。俺はまあでもド安定の四つ星1900モンスターを出しとけば、ド安定ですよね、こっちはね。ちなみに1個言っておくことがあるし、このデッキは上級モンスターがたくさん入っているため、なるほど、少し事故りやすい。だったらなおさらこっちは魔法使いで安定にして戦えるので、熟練クロマチック使を召喚して、カード1枚セットで1ターン目だしね、これ様子見たいんじゃないですか。おジャックナイツがねえ時代だし。OK、 俺のターン、ドロー。おお、ちょっと強そうな、何ちょい強の、あ、大嵐惜しかったね。いや、ちょい強判断だけど、ちょっと考えます。いいですよ。いや、もうでも海馬って原作通りだと多分超エースモンスター初っ端から出していくと思うんですよね。ガンガンいきますよね。押せるときにガンガンいくよ、ね、マジックカード発動。お、高等儀式術。お、何いいだろう。いいですか。いいだろう。デッキから通常モンスター1体を、墓地に送ることによって、墓地に送るのはアレキサンドライドラゴン。どう、2000がいる。パワフル下級のパワフル。
そして現れろナイト・オブ・ホワイト・ドラゴン、うわ、儀式召喚。おう、じゃあ儀式魔法を使ったんで魔力カウンターが一応乗るんだ。確かに魔法を使うたびに。ただこれ相打ち来るのかこれ。そして、こいつの効果は、うん、自身をリリースすることによって、うん、デッキ、うん、もしくはなんだどっからだっけ、テクダからブルーアイズホワイトドラゴン1体を特殊召喚することができる。だがそれで出したブルーアイズは攻撃ができない。なぜ知っている。その事実をなぜ知っている。知らなかったらワンチャンパンチできたよ。だからここで相打ちを取るかブルーアイズを出すからな、うん、だが会話は先ほども言ったようにゴリゴリ攻めていくスタイル。ナイト・オブ・ホワイト・ドラゴンのモンスター効果を発動。いや、自身をリリースすることによってデッキより俺様プライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。ブルーアイズホワイト・ドラゴン降臨。パパ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 パ、俺が遊戯王史上最強モンスターだ。さすがに攻撃力3000のモンスターは強力だぜ。お、遊戯っぽい。遊戯っぽい。さすがだな、カイマ。カード、1枚セット。うん、カード、1枚セット。カード、1枚セット。もう、ターン終了だ。なるほど。そうか。さあ、来い、遊戯。じゃあ、エンドフェイズに。あったね。サジンの。よーし、いいだろ。なるほど。いいだろ。1枚くらい終わられて読んでいた。さあ、どれだ。リュウさんの性格的には使うやつを1枚目にセットしているはず。おっていうのを読んで2枚目にセットしたらこのカードを破壊するぜ。やつのバカなーセラマリアミラモスが読み切ったぜ。くっそおい、あいつ一人分上手くないか。いやでもブルーライトの前に攻撃してくるやつはいないから。確かに、いいのを選ばせたと言える。確かにね。ドロー、いいだろう。スタンバイフェイス。バック割るの上手すぎ。バック割り上手すぎないか、あの人。入らせてもらおう。そして3枚目にセットしたやつはちょっと悩んでからセットしたから、多分あれはワンチャンカード。なるほどね。のはず。はい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 、うん、洞察力が鋭い。洞察力が鋭いな、勇気。さすがだ。とりあえずあのブルーアイズには消えてもらおう。ええ、こんなに必死こいて出したの。何、やめてください。マジックカード、ソウルテイカー。相手のライフポイント、俺のブルーアイズホワイトドラゴンが代わりに1体破壊できるぜ。そして魔法カードを使ったことにより魔力カウンターが1つたまる。やばい、結構やばい。それをするでやばい。結構まずいぞ。そして淡々と魔力カウンター乗せやがった。ミラーボスは今破壊したから安全にアタックに行くとしよう。バトルフェイズ、やばいぞ。熟練の黒魔術師ダイレクトアタック。バトルステップまでいいか。いいだろう。リバースカードオープン。リビングデッドの呼び声を発動。ブルーアイズが復活。対象はブルーアイズホワイトドラゴン。いいだろう。ブルーアイズホワイトドラゴンを攻撃表示で特殊召喚。おお、再び蘇る。ならば俺はバトルをやめるぜ。おお、いいだろう。メインフェーズ2に入るぜ。いいだろう。多分俺はそれを来るだろうと読んでいたんだ。何、使わせてからブレイカーを見せる。来るだろうなと思ってな。ブレイカーに召喚時魔力カウンターが一つ乗るぜ。強すぎるぜ。そしてその後ブレイカーの魔力カウンターを一つ取り除くことにより見えてしまったリビングデッドを破壊するぜ。うわー、破壊されてしまった。これにより一緒にブルーアイズも破壊されるな。くっそー。そして俺はこれでターンを終了するぜ。いいだろう。ライフは守ってくれた。ライフは守ってくれたが、うん、俺のターンはこれはかなり強い。蘇生だ、蘇生。ドローだー。なんだ。最高の輝きを見せるよな。ここ一番でこれ引いちゃう。最も引いてはいけないカードを引いてしまったようだな。捨てて、貴様には消えてもらおう。ライトニングボルテックス、やっぱりグラフだったな。効果を発動。そして俺はお前一番いらねえから超最強モンスターを捨てるぜ。8引いてしまったら、たまりやがれ。しょうがないよ、2枚破壊されるぜ。これで俺はターンを終了するしかねえ。俺のターン、ドロー。スタンバイフェイズ、メインに入る。いいだろう。まあガラ空きのところにね、叩き込んでいきましょう。超連を召喚。ああ、いいでしょう。まあ、超連特に今は効果ないですね。効果はないから、はい、バトルフェイズ、いいでしょう。結構ね、ダイレクトアタック、いいだろう。
常連の頭突き、常連の頭突き、いいだろう。あいつは髪がねえから結構ダイレクトにライフに来るぞ。髪がねえから あれこいつ髪ないよな。ないけど、もう何だ。メインフェイズ2セット1枚しとくか。いいでしょう。ターンエンド、よし、相撲飛行いけ。はい、ドロー。はい、うわー、投てきやばくない。東大生投てきやばくないですか。上級がね、多いデッキだからね。まだ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 、まだ大丈夫。先ほども言ったように頭修行するんだけども、先ほども言ったように上級モンスターがめちゃくちゃいっぱいあるから、はいはいはい、事故りやすいとは言ったな。うん、ちょっとね、ちょっとだけ ね、うん、じゃあ俺のターン、ドロー、うん、回復はしようか。やめてよ、死者蘇生行きたかったのに。蘇生コンボを妨害していくぜ。バトルウェイズ回復ダイレクトアタック、いやいただく防散コンボ。怖いぞ。回復の効果により戦闘ダメージが通った場合に墓地のカード2枚除外することができるが、ブルーアイズと、あー、いやどっちにするかなんだよな。どっちもブルーアイズが出てくる方が困るよな。あと、うん、じゃあこっちだな。なるほど、この2枚除外するぜ。いや蘇生ももう、いや蘇生ももうほとんど意味がなくなってきたか。そしてレベル8は死者蘇生でなんて蘇生できないんだ俺は。おかしい、特殊感モンスターだから。1800でダイレクトアタック。遊戯王に文句を言うんじゃねえ。メンフェス2。あの坊さんできつくね。坊さんでき強いな。レベル4、2体。お、来るぞ。エンド。エンド。オッケー。俺のさ、ツボ。うん。引くのか。ちなみにライフポイント的には3600でしょ。これ2体で3600だから、ぴったし完コンだぜ。なるほどな。俺は最強カード。何？1枚セットして、おう、ターンを終了するぜ。ブラフだな。俺のさ、ドロー。バサッと切られたね。この坊主2人強すぎない。この坊主2人どうやって取ってる。超連効果トラップを宣言。お、確認トラップだったらそのカードは使えないぜ。ブレイ魔法か。でも発表下げるんだ。バレた、バレた、バレた。ごめん、追加召喚されるとまずい。やめんの、追加召喚されるとまずいぞ。やべやべやべ、下げると800届かなくなるから、うん、追加召喚されるとまずいぞ。やべやべの、うん、やばいぞ、バレた、やばいぞ、バレた。じゃあ今記憶消えねえから。じゃあこれは俺も切り札を見せよう。お、黒魔術のカーテンを。おお、ついにいった。俺のライフ強すぎる。俺のライフを片割れを生贄にデッキからブラックマジシャン特殊召喚。強すぎるぜ。半分ブラックマジシャンデュエリストレガシーパラレルバージョンを特殊召喚。お、かっこいい。おお、でも一応エースモンスターは出たぜ。両方とも両方とも両方ともエースモンスター出た。なんか知んねえけど俺の盤面はガラ空きだから。これでバトルフェーズ対空のダイレクトアタック1800受けるぜ。これで一応もうこっちに大丈夫。もうこいつはやめてよ。意味ないじゃんそれ。そしてブラックマジシャンのダイレクトアタックブラックマジック。これは800下げると、800下げるとギリ知らないっていう。ギリ知らねえのかい。一応ダメして使っとくか。清掃発動対象。うわー困るな、うわー困るな。やかましや、ブラックマジックにとどめさせない。やかましや、難しいな。しょうがねえ、このデッキの真のエース超連頭突き攻撃。真のエース、やめてくれ。あと1段で坊さんコンボ超連。いや強すぎるぜ。いやまあ上級が多いからね。うん、ね、うん、すごかったよ引き、まあ、すごいね。でもブルーアイズ2回も出したもんね。まあそうですね、まあそれ2回ぐらい出てくるだろうなっていうのを読み切った俺の勝利かな。うん、そうですね、うん、なるほどね。ちなみにトップはアサルトワイバーンだから何も解決できない。いいですね。いやこれね、1回突破されちゃうと結構辛いんですよね。まあね、精眼で蘇生まで持ってたから、いや実際回ってはいるんだよね。うん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 、ただ俺が除去を、そうっすね、多かったっすね、うん、ちゃんとここ引いてたっていう、はい、あとあの初手ね、うん、あのねミラーフォース割るのやめてもらっていいですか。あれ迷惑じゃない。あれ迷惑でしょあれ。うわうわ、え。だってまあその辺2枚目あたりにセットするだろうなって。いやあれ迷惑だろマジで。あんなにブラフね、セット、はい、合わせてセットしたの。サンクセしたんですけどね、うん、いや当てれるよね。はい、じゃあ俺のブラックマジシャン、はい、魔法使いデッキの勝利ですね。ありがとうございます。強いなぁ、すげえ。主に硫酸読みでね。主にもう人読みで勝ってるみたいな、人読みで勝ってるみたいなところはあるね。
対戦ありがとうございました。ありがとうございました。いや、サンダーさんちょっと強すぎません？いや、その人読みでちょっとバック割るのマジで迷惑なんでやめてもらっていいですか？いや、プレイングに対して強いね。それがね、そう、いや、うますぎるだろ。勝てるせいかも。私この頃もう本当にガッツリやってたから。あ、ガチガチでしたもんね。カードを知り尽くしてるんですよ。はい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 。いや、強かったっすね、サンダーさんね。はい。そんなデュエルロワイヤルなんですが、お、本編が、お、OCG 公式チャンネルにて、お、近日中に公開予定となっております。マジか。本編。本編があるらしいんですよね。で、どうやらものすごく出演者が豪華だという話を私聞いておりまして、ラーメン、つけ麺、担々麺の、あの人、ちょっと間違ってた。ラーメン、つけ麺、あの人のとか、あと、どちらこちらオンエアのなんかブーム1、髪がオレンジ色の人とか、誰だ、あと、なんかなんちゃらオンエアの一番インセクター肌っぽい見た目の人とか、それだけ一瞬でわかる。あれか、豪華ね。いろんな方がね、出演されている豪華メンバーの出演されているデュエルワイル本編が、近日中に公開されますので、ぜひ皆さんそちらもお楽しみにしていただければなと思います。うん、はい、ちょっと今滑舌が怪しかったですが、対戦だけでなく、デッキレシピ紹介動画の方ですね、知りたい、はい、こちら、私のチャンネルでも、うん、サンダーさんのチャンネルの方でも、はい、上がりますので、うん、そちらもぜひね、気になった方はぜひチェックしていただければなというふうに、思っております。それぞれ違うデッキをね、紹介して、そうです、それぞれ違うデッキ、そしてそれぞれ違う対戦内容に、ね、はい、なってるんで、そちらもちょっとチェックしていただければというふうに思っております。はい、はい、で、公式チャンネルではですね、うん、こちら のデュエルロワイヤルに先駆けて、うん、デュエルロワイヤルの予告編がもうおそらく上がってるんじゃないかなと思うんですが、そちらが出てるか分かる、うん、そうなんですよ。だから多分どなたが出てるか、あ、じゃあさっき我々がぼかしたい。そうですね、どうやら分かるようなので、なぜ俺たちがぼかしたのかちょっとよく分かりませんが、あんな小ボケかませんけど。というわけで、そちらの予告編もぜひチェックしていただければなというふうに思ってます。全部概要欄に貼ってますんで、よろしくお願いします。大体全部概要欄に書いてます、はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。